ちょっとあの今このコンバインが調子が悪くなりまして、エンジンを吹かしてもなんか力が入らない時があって、白い煙が出ることもあるようです。でこれちょっと直し方を、農機具屋さんに教えてもらいましたんで、ちょっと直してみたいと思います。じゃあ早速、ちょっと直していきたいと思うんですが、まずあのここを開けます。このブレンタンクを、開けます。あ、いいですね。水はなんかあのこのタンクの容器を全部こう入れると多分もしかしたら入るんで、なんかタンクに水滴がついてて多分水蒸気かなんか、それであれだと思う。で水と絶対混じらないんで分離するらしいんですけど、これを開けるとここの中にこのまあ、フィルターがありますんで、こちらをですね、ここのコックを、まあ、止めます。そして、外します。ここに水があの溜まってるのがあの原因になることがあります。ちょっと映しながらだと、これ水がまあ溜まってるわけですね。このちょっと間のところってこれ分離してますね。はい、まあ、これが良くないんで、まあ、これ捨てます。でこれをまあつけるんですが、ちょっとこれはい捨てたらあのこれをもう一回つけるんですが、農機具屋さんによるとこれをあのいきなり密閉するとこの送るところにエアが入りやすくなっちゃうそうなので、これはちょっと緩めに、締めます。そしてエンジンをかけます。エンジンをかけると、このポンプをこう、そうするとこう、あれが出てくるんで、これで、しっかりと閉めます。まあ、これで OK です。これで、まあ、基本的に大丈夫だと思います。ちょっと多分こう曲げても今あの煙出てないんで、はい、多分大丈夫だと思います。ありがとうございます。はい。